ウィングス、ウィングス、ウィングスは、元ビートルズのポール・マッカートニーと彼のツマリンダ・マッカートニー、元ムーディ・ブルースのデニー・レインの3人を中心に構成されたロックバンド。1971年に結成され、1981年の解散までに7枚のオリジナルアルバムと1枚のライブアルバムを発表した。多くのヒット曲を発表し、代表曲に、ジェット、 ジュニアズファーム、ハイハイ、愛しのヘレン、アイルランドに平和を、メアリーの子羊、あの娘におせっかい、ワインカラーの少女、マイラブ、幸せの予感、グッドナイトトゥナイト、レイナナシヌのはやつらだ、心のラブソングなどがある。なお、いくつかの作品は、ポール・マッカートニーウィングス、ポール・マッカートニーウィングス名義で発表されている。ポール・マッカートニーは、ビートルズ解散後、 二枚のソロアルバムを発表し、チャート上では成功を収めていたが、音楽評論家やロックファンなどからは、国評を浴びていた。ウィングスは、批判の矢面に立たされていた、彼が結成したグループである。当初のメンバーは、彼のアルバム、ラムにも参加していたドラマーのデニー・シーベルと、元ムーディ・ブルースのデニー・レイン、そして、マッカートニーの妻・リンダであった。 マッカートニーの新しいグループの名は、イギリスの音楽誌、エネミーの1971年10月2日号で明らかにされた。ウィングスというバンド名は、当時リンガとの間にサンジョステラを授かっていた、マッカートニーが出産を待つまでの間に思いついた、天使の翼というフレーズに由来するものである。翌月には、バンド結成を記念したパーティーが開かれ、エルトン・ジョンや、 ギルバート・サリバンをはじめとする多くの著名人が出席した。新しいグループの結成が発表されてから約2ヶ月後の1971年12月、ウィングスとしてのファーストアルバム、ワイルド・ライフが発表された。わずか2週間で完成させたという、このアルバムには、その荒削りな内容から例によって、音楽評論家の批判が集中した。また、ヒットチャートでも、 上位をマークした前日の2枚のソロアルバムと異なり、このアルバムは全米、全英ともに10位台だった。ファーストアルバムの発表から約2ヶ月後の1972年2月9日、ギタリストにヘンリー・マカロックを追加したウィングスは、イギリスのノッティンガム大学を皮切りに、最初のコンサートツアー開始する。抜き打ちで選んだ大学にアポイントなしで向かい、 マッカートニー自らが大学と交渉してライブを行うというこのツアーはデモンストレーション的要素の強いものであった。ほどなくして同年7月からは本国を除くヨーロッパを回る2度目のコンサートツアーを観光。8月公演先のスウェーデンでマッカートニー夫妻とデニーシーウェルが大麻不法所持で検挙され罰金を科せられた。ワイルドライフの後、 72年にシングルメアリーの子羊アイルランドに平和をハイハイハイと勢いのある曲を発表しポールとウィングスは音楽的全盛期を迎えるアイルランドに平和をは政治的な曲としてハイハイハイは,い、は,いは,いはドラッグでハイになることを連想させるとの理由で放送禁止になったがそれでもチャート上ではヒットとなった73年のマイラブは大ヒットとなり ウィングスにとって初の全米1位を記録した。映画の主題歌となった007死ぬのは奴らだも、同様に全米2位をマークするヒットを記録した。マイラブがチャートを上昇するのとほぼ時を同じくして発売されたのがアルバムレッド・ローズ・スピードウェイである。当初は2枚組にする予定で制作されたものの、所属レコード会社キャピトルの反対で1枚で発表された。 この作品は、前作を大きく上回るセールスを記録し、全米では1位を獲得した。なお、キャピトルは、前作のセールス不振を理由に、レコードを、ウィングス名義でリリースすることに難色を示したため、以後の数枚のレコードにおけるアーティスト名は、ボール・マッカートニーウィングスとなっている。ようやく、ウィングスとしての活動が、軌道に乗り始めたマッカートニーは、続く。 新作のレコーディングをナイジェリアのラゴスで行うことを決定する。しかし、ラゴスに向かう前日に、ヘンリー・マカロックとデニー・シーウェルが相次いでグループを脱退し、グループはマッカートニー・夫妻とレインの3人だけになってしまう。結局、1973年8月に、彼らはやむなく3人でナイジェリアに渡り、レコーディングに臨むが、1ヶ月半に及ぶラゴスへの滞在は、 デモテープの盗難など様々なトラブルに見舞われたものとなった。トリオ編成になってしまった当時のウィングスにおいてマッカートニーはベースやギターだけでなくキーボードやドラムなども演奏し一人で数役を担っている。録音された作品は最終的にイギリスでの仕上げ作業を経てその年の暮れにバンドオンザランとしてリリースされた。このアルバムは 全世界で600万枚以上のセールスを記録し、ビートルズ解散後のマッカートニーのアルバムとしては最大級の成功を収め、評論家からも極めて高い評価を受けることとなった。アルバムの収録曲の多くは現在でもマッカートニーのライブでの定番のレパートリーとなった。1998年には発売25周年を記念してボーナスディスクを追加した。 限定版も発売されている。シングルとしては、愛しのヘレンが発売された。バンドオンザランをヒットさせたマッカートニーは、ウィングスのコンサート活動の再開を支援する。新たなメンバーを必要とした、彼はメンバー選考のオーディションを行い、最終的にギタリストとして、モトストーンザ・クローズのジミー・マカロック、ドラマーとして、ジェフ・ブリトンをそれぞれグループに編入している。 この二人を加えた新たなラインナップを引き連れてナッシュビル、ロンドンなどでレコーディングを行ったマッカートニーは1975年1月にニューオーリンズに渡って本格的なアルバムの制作に取りかかる。しかしその矢先にブリトンが脱退。彼がグループを脱退したのは加入からわずか7ヶ月後のことであり、この夫人はグループの 約10年間の活動期間の中で最も短命に終わっている。グループにはブリトンに代わってジョー・イングリッシュがドラマーとして加入し、完成したアルバムはビーナスマースとして同年5月に発売された。このアルバムは前作の成功が追い風となり高いセールスを記録。アメリカでは発売前の予約枚数だけで200万枚に達している。 アルバムよりシングルとして発売されたあの娘におせっかいは全米1位を達成した。ヴィーナスマースにはマッカートニー以外のメンバーがリードボーカルを取る楽曲が2曲収録されている。うち1曲はボーカリストのジミー・マカロック自身による作曲だったが、こういった楽曲を収録する背景にはあくまでマッカートニーのバックバンドに過ぎないという世間のウィングスに対する 一般的なイメージを払拭したいとする彼の狙いがあった。なお、アーティスト名もこのアルバムから、ウィングス名義に戻っている。1975年9月から、ウィングスは12カ国で64回公演の大規模なコンサートツアーを開始する。その最中に制作されたのが、1976年に発売されたスピードオブサウンドである。 ウィングスが一つのバンドとして世間に認知されることを望んでいたマッカートニーはこのアルバムではバンドメンバー全員に最低一曲はリードボーカルを取らせている。彼自身の歌唱による作品は半数ほどに留まっていたがスピードオブサウンドはアメリカでは計7週の1位を獲得した。またこのアルバムからのシングルである心のラブソング幸せのノックは大ヒットを記録した。 その主たる要因となったのが、同年5月から6月にかけて行われた、全米ツアー、ウィングス・オーバー・アメリカである。30回の公演で60万人もの観客動員数を記録した、このツアーの模様は、後にツアータイトルを題名にしたライブ版、ウィングス・オーバー・アメリカ、ウィンス・ USA ライブ、や映画、ロックショーとしても発表された。 ウィングス・オーバー・アメリカは LP3 枚組という携帯での発売だったが、それにもかかわらず全米チャート1位を獲得している。ウィングスを従える形で、再び世界的な成功を収めたマッカートニーは、ジョン・レノンが長い活動休止期間に入り、ジョージ・ハリスンやリンゴスターのソロ活動が次第に低調になり始めた1970年代中盤において、ビートルズの元メンバーとして活躍し続けた。 ツアーが大成功を収めつつ、終わった時、ポールは嬉しさのあまり泣き崩れたと言われている。ウィングスのステージを聞きに来たファンが、ビートルズって何と言ったというエピソードは、現在では創作であるとされているが、この時期のウィングスのファンが好んで、口にした台であり、この時期を象徴する逸話である。ウィングスが長期間のツアーを終えた後、レインは、 ソロアルバムを制作し、マカロックは他のグループに参加するなど、メンバーはそれぞれ各自の活動に入った。その間しばらく活動が休止していたウィングスだが、1977年になると再びマッカートニーは新作の制作に取りかかる。レコーディングは同年の2月にロンドンのアビーロードスタジオで開始で、五月からはバージン諸島に拠点を移して行われたが、その期間に、 ギタリストのジミー・マカロックとドラマーのジョー・イングリッシュが脱退し、ウィングスのメンバーは再び3人だけになってしまった。また、同時期にリンダは妊娠したため、アルバムは最終的にマッカートニー・トレインの2人によって仕上げられている。マカロックはスモール・フェイセスにギタリストとして加入するためにグループを脱退したが、それから約2年後の1979年9月27日に、 ヘロインの過剰摂取が原因で26年の短い人生を終えている。リンダが産休に入っていた期間にウィングス名義でリリースされた唯一のレコードがマッカートニー・トレインの共作によるスコティッシュワルズ夢の旅人である。ガールズスクールとの両 A 面扱いで発売されたこのシングルはアメリカでは振るわなかったものの。 イギリスでは9週連続1位を獲得する大ヒットとなった。この曲はマッカートニーにとって初となる全英シングルチャート1位獲得作品となっただけでなく当時ビートルズのシ Loves You が持っていた英国におけるシングルの最多売上枚数期を更新し最終的に200万枚以上を売り上げた。この記録は1984年にバンドエイドのチャリティシングルドゥ。The ゼーノーイッツクリスマスによって更新されるまで約7年間にわたって破られなかった。マッカートニー夫妻の間に男児ジェームズが誕生し、夢の旅人などと同時期に録音された一連の楽曲が1978年にアルバムロンドンタウンとしてリリースされた。ロンドンタウンではレインとの共作がタイトル曲にもなっている黄昏のロンドンタウンを中心に5曲あり、 全体的にレインの影響を伺わせている。その後、ウィングスには、ドラマーのスティーブ・ホリーとギタリストのローレンス・ジューバーが加入し、5人編成に戻る。そして、ピンク・フロイドやエルトン・ジョンなどを手掛けたことでありなクリス・トーマスをプロデューサーに迎え、結果的にラストアルバムとなったバック・トゥ・ジエックの制作に取りかかる。このアルバムには、全体的に当時流行していたパンクや、 ニューウェーブなどの影響が見られ、シングルとして発売された、グッドナイトトゥナイトも、また当時の流行であったディスコミュークの影響を受けている。ハンク・マービン、ピート・タウンゼントやジョン・ボーナム、ジョン・ポール・ジョーンズ、デビッド・ギルモアをはじめとする多数の大物ミュージシャンと、とも、ロケストラと名付けられた豪華なセッションを行い、ほとんどの収録曲で、 プロモーションクリップを撮影したりと、マッカートニーはこのアルバムの制作に、かなりの熱意を持って臨んでいた。しかし、チャート順位としては、全米8位、全英6位といったウィングスとしては、ワイルドライフ以来の低さで、評論家からの評価も散々であった。この、バック・トゥ・ジェックを引っ下げる形で行われた1979年の、イギリスでのツアーを終えたウィングスは、 その年の暮れの12月26日から29日にかけて行われたユニセフ主催のチャリティコンサートカンボジア難民救済コンサートの最終日に出演。彼らはこのライブでアルバム内で繰り広げられたスーパーセッションを再現しクイーニアザクラッシュエルビス・コステロジアトラクションズなどが参加した豪華なコンサートの鳥を飾った。しかし このチャリティコンサートにおけるパフォーマンスが、ウィングスにとって最後のライブ活動となってしまった。ウィングスは当初イギリスでのツアーを終えた後、1980年には初めての来日ツアーを行う予定だった。なお、この約5年前にも来日公演が予定されていたが、マッカートニー夫妻の薬物所持の過去を理由に、法務省から入国拒否されていたため、実現には至っていなかった。 しかし、ポールは、そのような因縁があった日本に、大麻を持ち込んで検挙されてしまう。急遽日本でのツアーは中止された。ちなみに、この事件の後に、デニー・レインは日本を揶揄する内容の、ジャパニーズ・ティアーズを作曲し、その後発表された自身のソロアルバムのタイトルにもした。ポール自身も、同年に発表したソロアルバム、マッカートニー2の中で、フローズン・ジャパニーズを発表。 この曲は日本人に対する逆恨みではないかと騒がれたが、ポール自身は曲を作ったのは日本に行く前、雪化粧の富士山を思い浮かべて作ったんだ。偏見があるわけじゃない。もしあったのなら日本へ行ったりはしないし、悪口だったらちゃんと言うよ。そんなことを考えもしなかったから仮のタイトルをそのまんま残したんだとコメントしている。実際この曲は、 来日前の1979年の夏にすでに完成していた。その後、マッカートニーは、レインと共に、ジョージ・マーティンを招きウィングスの次のアルバムの制作を開始するが、1980年12月のジョン・レノン射殺事件のショックで、活動休止状態に陥る。それからウィングスが再始動することはなく、1981年の4月27日に、 結成以来活動してきた唯一のメンバーだったレイが脱退を表明したことによってグループは実質的な解散を迎えた。ウィングスとしての最後の活動はジョージ・ハリスンの杉サリシ・ヒビへのコーラスとしての参加だった。タッグオブ・ウォーの録クオンに演奏者として参加していたフィル・コリンズやスタンリー・クラークなどは当初ウィングスに参加するという噂が流れたが結局参加しなかった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。